駅郊外から見た全景木津川駅は大阪府大阪市西成区北津森一丁目にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK06 から3。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は線路から見て西側にあり、駅舎とホームは潮見橋寄りの構内踏切で連絡している。構内に貨物用側線が2本あるが、 現在は駅に隣接した踏切と本線合流部の2カ所で線路が切られている。遠隔管理を受けた無人駅となっている。トイレは改札内にあり、男女共用の推薦式。なお、乗り場番号は設定されていない。2019年時の1日平均乗降人員は141人である。塩見橋線の駅としては最小である。なお、93位以下は、甲子駅。 磯の浦駅を除いてすべて和歌山県に位置する高野線の山間部の駅であり、他鉄道を含む大阪府の駅全体で最も利用者の少ない駅の一つと言われている。利用者が極端に少ない上に駅舎の場所がわかりにくいため大都会の中の秘境駅と呼ばれることもある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は以下の通り、駅周辺は工場が多く、 駅前はあまり整備されていない。線路の東側には、住宅や公園がある。南波東都線市、高野鉄道の大阪側ターミナルである潮見橋駅は、現在千日前通りとなっている桜川や、大阪市街地の幸町に阻まれて、港町駅のように、道頓堀川から入り掘りを設けることができない、立地だった。そのため、 高野鉄道は当駅の西側に木津川から入り堀りを設けて水運を必要とする貨物輸送に対応していた。木津川航路で最も賑わっていた南馬島、三軒屋に近接し、入り堀りと貨物ヤードを有する貨物駅兼用だった、当駅は今では想像もつかないほど活気があった。例えば、紀伊山地で伐採された材木は、橋本駅で貨車に積み込み、当駅まで運び、 さらに近くにある都線を経由して、大正区方面などに貨物輸送されていた。大正区には1960年代まで貯木場が多数あったため、材木の積み下ろし駅として、当駅は重要な役割を担っていたのである。ちなみに、貨物取扱い時代の名残で、貨物側線が残っており、規模の割に広い駅構内となっている。また、今はすでに存在しないが、 当駅のすぐ隣にレンガ工場があり、そこで生産されたレンガが、友ヶ島の砲台などに使用された。ありがとうございます。